株式会社、近鉄エクスプレスは、海外46カ国311都市、834拠点を持つ、日本の大手国際総合物流企業である。略称はキロワット。1948年、近畿日本鉄道の国際貨物部門として、業務を開始し、1970年、近鉄航空貨物株式会社として独立。百七十二年十月、 単独根菜の免許を取得し、グループ根菜から離脱。これが飛躍の原動力となった。その後も積極的に海外展開を進め、中国では日経最大級のネットワークを有する。創業時から手掛ける航空貨物輸送に加え、海上貨物輸送、ロジスティクスまでワンストップでサービスを提供している。日経フォワーダー大手3社の中では、 外資系荷主に強い顧客基盤を持っており、積極的、戦略的な顧客開拓を行っている。2015年、a p l ロジスティックスリミテッドを買収。アップルが持つ米国自動車メーカーや、米国大手アパレル、大手流通などの欧米系顧客基盤を活かして、フォワーリング事業を拡大している。直近の中期経営計画では、欧米メガフォワーダートとして戦うために、 物量拡大を最重要課題と位置づけ、航空輸出重量70万トン、海上輸出容積70万 TEU を目標としている。2020年12月現在の国内ターミナルは以下の通り、世界5極経営体制を指揮、経営の効率化とスピード化を図っている。日本米州欧州、中近東、アフリカ東、アジアオセアニア東南アジア、 p さん国内ターミナル一覧ありがとうございます。